よし、次。よし、4レース目。砂よさん2勝、し。俺1勝か。今のところだと2勝、いっぱいで俺そうだは。ね。うわ、モンモカントリーとかすげえな。どれでいこうかな。ネイチャー。ネイチャーロード。ネイチャー好きだな。ああ、ネイチャーロード雰囲気いいよ。うん。やっぱりやってくるとね、なんか、得意かっていうか、走りやすいコースって決まってくるよね。なんか、勝率がいい、うん、安定するコースとかね。うんうん。勝率がいいって実は思ってるけど、実はなんか見返したらそうでもないみたいなことはある。案外6位以内をいつも取ってるなみたいな感じになって、ベビーパークがいまだに苦手なんだよな。ベビーパーク、あああそこはもう運でしょ。あれ、あれ運でしょ。あ、モーモーかよ。モーモーすげえ久しぶりだ。なんか初代コースはしかもまたレート高い人来たな。レート高い。あ、ほんとだ。レート高いです。まあまあちょっとやって、また部屋変えるのもありかもしれない。いやいや、行きましょう、これで。お、このまま行く？行きましょう。じゃあ、置くか。1位になるんじゃ。もう全員ブルーファルコンってすげえ出たな。すごいね。大体こう、あ、ちょっと早かった。そうそう早かった。よっしゃー、何、再放送俺のやつも。どうしたの？くっやっぱりね、レート高いとね、モートンがすごい人気になるらしい、ね。ああね。ヒラもモートン勝てるよ。そうだね。なんかあのモートンの方がバックミラーが見やすいんだよね。バックミラー、ああそう、ああなるほどね。はいはい、あの要するにクッパとかワリオとかとあの性能は変わらないんだけど、うん、バックミラー見るときにあの自分の体に隠れないんで、シャツ、はい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 、体型が。だから、モートンが一番、まあ、やりやすいっていうふうに、あ、なるほど、ね、人気がある。ああなるほど、そこか。同じ性能の中でもモートンの方が使われてるのが多い、うん、理由っていう。うわ、みんなガチじゃんそれって。これでこのキャラが好きとかじゃなくて、そうなんだ。スターだ、スターだ、いいぞいいぞ。あー、やべ、ぶっちぎれ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 、ここまでいけるか、ここまでいけるか。でもいける。ちょっと、あー、ちょっとやべ、やっちゃった。何やってんだ、何やってんだ、何やってんだ。うわー、誰だ。やっちゃった、やっちゃってる。やべ、やべ、よし、オッケーオッケーオッケー、よし、ちょっと妨害にあって、いいぞ。はい、よいしょ。キラー、キラーで、てかこの順位でキラーって結構トップが綺麗な状態。あ、いた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 、 F です、いた。2位か。そうだよ。やばい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 、ちょっとキラーが怖い。あ、1位が早すぎるんだな、これ。キラーに当たっちゃう。1位が早すぎるね。1位が早いからね、すげえね、脂っこいアイテムが出てる。ね、なんか1人止まってる。よいしょ。あー、もう何やってんだ。やっちゃった。いいぞいいぞいいぞ、砂さん、いい女子。それが見たい。そんな砂さんが好き。違った。そういう砂さんが好きだわ。よし、じゃあ俺は嫌い。ちょっと。くそ。よし、勝った。これ勝ったでしょ。よし。やっちゃった、やっちゃった。あー、もうなんか断末魔が聞こえる。うわー、めっちゃ溶けてる。くっそ、レートが溶けてる。あー、でも藤君順当に3万、ね、2万レートが1位2位を取り、そしてその中で3位を取るっていう、ね、そして1万3000もあったから、ね、やっちゃった。ちょっと待って。おし、OK、これで2-2。ダメだ、あのYouTube のグッドじゃなくてバットがついちゃう。このままちょっとね、なんとかね。よし、姉ちゃん、次こそ姉ちゃん。次1位を取って、なんとか。そう、マリカーの動画上げてて思うんだけどさ、高評価、低評価がなんか、如実に出るなと思うのね。ああ、やっぱりいい走りをすると、高評価ってこと？そう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 。順位がいいと高評価だし。低いと、まあ、判断しやすいしね。うん。なんか、だって、普通に藤君が挙げてる GTA でそれが如実に出たらすげえショックじゃん。なんか、あ、今回つまんなかったってことなんだ、みたいな。そう、それが一番ショックだよね。だから。それがショックだから。まだなんか、マリカーでダメだったら、ね、うんうんうん、まあ、順位のせいにできるしさ。なんかこの裏話すごい恥ずかしいんだけど。あんま使いたくない話なんだけど、これ。そうだよね。よし、行こう。いやいやいや、藤君の GTA の動画は全部面白い。やめて。やめなさい。恥ずかしいから。行こう。はい、はい、ここ。よし、いいでしょう。はい、さあ、はい、さあ、オッケー。よし。スタートからはさ、ぴょんぴょんするとすごいよね。そう、なんかうまくねじれてるらしいんだけど。そうなんだ。いやー、なんかもうあそこら辺はちょっとできる人ですね。未知だよ。あ、ちょっと待って、よいしょ。え、ずれたー。くっそ、天然この野郎。どうバレてね。どうくっそ。いや、違う、すごい蹴りたい背中が見えちゃったから、ちょっとうーわ、綿谷リサ。くっそ、このやったぜ。チミ毛量に飲み込まれがいい。あー、そう、よし、もう毛量がチミ毛量に飲み込まれている。悲鳴が聞こえる。妖怪どもが
妖怪どもに足を引っ張られるがよいさ。いやー、1、2が早いなこれ、順当に。オッケー、完璧来た、これスターの段、マジでスターの時に来たよ、スタンダーが。これも来たでしょ。そしてキラー、ありがとうございます。ありがとうございます。あーばよー、うわー、うっそ。なんかいたな、今な。いいなそれ。やべやべ、最高タイミング、ありがとう任天堂、ありがとう。うちょっとこっから、任天堂スイッチ楽しみしています。赤さん、ちょっとなんとかこの赤さんをプレゼントしたい。いや、やめろやめろやめろ、スイッチ危ない、バナナ危ない。任意だ、よしよし、いいぞ。マジで来てる来てる来てる。オールドマイク来たら分かってんだろうな、赤コーナーだよ。ちょっとそのちょっと、あーくそ、よいしょ、お前は邪魔だ。よし、あー出ちゃ、前に出ちゃった。あーくそ、誰かに持ってかれた、スナさん用の赤コーラが。よしよしよし、危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと藤君抜きづらかったけど、なんとかなった。これは当てたい。あーやべえ、逆転来ちゃった、スターが来てる、スターが、そう、逆転来ちゃった。あー最悪、分かってたのに、最悪。これ今すんげえスターが怖かった。くっそ、アナログスティックのバーカー、くっそ、よいしょ、よいしょ、やべやべやべで、やべやべやべ、最後にアイテムを、これ勝ちたいな、勝ちたいな、よいしょ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 、抜けちゃいか、最後最後抜けないか、これよっ、あーダメだ、くっそ、まあ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 、いやー、あのミスが順当にレート通りの、うるさい、順なんじゃないですか。順当じゃない、こんなの。危なかった、結構接戦だったな、途中まで抜きつ抜かれつで。いや、惜しかった。完全に藤くんがアカコーラ持ってる時にキノコ出ちゃってさ。あ、本当。もう抜かざるを得ねえと思って。使えないやつじゃん。そう、穴いか。よし、次だ、次だ。いやー、接戦だったな。ちょっとキラーで抜かれた時はちょっと焦ったけど。ね、あれラッキーだったわ。スターの後で3だ。やっぱ1位がさ、早いからさ、うん、結構いいアイテム出るよね。ね、なんか3位とか4位でも。だから何を切るか分かんないね。何を切る、うん。まあでもそれが楽しいんだけどね、マリカはやっぱり。ね、平方鉱山。すんげえ久しぶりだな、平方鉱山。うん、で、イジクなんかエキサイトバイク好きだよね、なんか。おー、なんかね、結局直線が多いじゃない。はいはいはい、走りやすく好きな、直線が、あーくそ、そこ大嫌いなの。いやーいやー、久しぶりの平方鉱山やったぜ。鉱山ほんと嫌いなの。あれ今勝利ん戦績何番あったっけ。戦績ね、俺が3勝2敗かな。あ、そうか、で俺が2勝か、で6戦目。オッケーオッケー、かな多分。そうだね、うん、5戦目じゃないんだ。あれ5戦目だっけ。あれこの動画は2本目、これ勝負、これもう2本目、2本目の3、あれ3ラストだと思ってるけど、頭が混乱してきた。あーやべえ、スタート始めた。藤君の作戦に俺の引っかかった。来たぞ、聞いてる聞いてる、くそー、時そばをやられた気分だわ。今何戦目だいって言われるから、危ねえ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 、あ、俺当日戦じゃなかった、キャイアン、あれでも本当に何戦目だか忘れちゃったね、忘れちゃったね。まあじゃあ仮に5戦目だとしよう。じゃあそうだね、うん、多い分には別にこっちもないと思う。そしてオッケー、あーそのフラワーが厄介だな。あーもう一本ショートカットとかないな、そういえば。ここのショートカットがいいんですよ、またこれが。やべやべ、あーちょっとミスったな、ショートカットが。あーショートカットミスったね。あれ今日で4位どういる、うん、4位4位か、やべやべ、はいはいはい、トゲコーラか、まあいいでしょう。トゲコーラ、よいしょ、あ、痛い痛い痛い、待って、来ないで来ないで、お願いお願い来ないで、いました、お願い来ないで、発見しました、勝ちたいの、私勝ちたいの、私勝ちたいの、お願い、よいしょ、藤君ができない、この滝の上での、それはできない、危ない、あーちょっと危ない、それはできないんだ、ちょっと、あ、ちょっと、それそれそれ、パッチン、パッチンやめて、くっそ、もうパッチン超怖かった。ただ射程にはマジでですはとどめております。抜いたら分かってるでしょうね。赤ですよ、ちょっとやめてよその赤。でも俺は今、だけど危ない、危ない、よし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 、当たった、よし当たった、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 あーやばい、これやばい、これ赤、これ赤、これ、あーよーし、あーあとはチビ毛量に、あーもうダメだ、あーやばいな、これ危なかった、今スナイプできた、
それ気持ちいいよね、できたんだね。気持ちいい。しかも案外やっぱり青コーラに当たる方なんだよね。本当そうそう、今回多分当たり判定がひどいと思うんだよね。ああなるほどね。多分今作のやつって。ああ負けるこれ。くそ。よし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 。負けちゃう。よし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 。よいしょ。うわさすがや。もうダメだ俺。やっぱダメだった。はい、よし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 。ゴールした？最後ブーメラン怖かったけど、なんとか。いやー、あーまあまあまあ。ダメだー、くそー。あぶねー、逃げ切られるところだった、最後。あれ？戦績が本当に分かんなくなっちゃった。分かんなくなった。多分なんか、うん。あれでもさっき、すげーボロ負けしたのがいい、ビッグブルーで負けたような気がするんで。ああ、ビッグブルーあったもんね。ビッグブルーあって、ビッグブルーがあって、さっきのやモーモーカン。あ、そっかそっか。あ、じゃあこれで2本目終わりか。これで多分6戦目だと思う、これが。あ、そっかそっか。じゃあ次、7戦目か。うん、次、7戦目。もう決着だよ。やあみんな、僕は目玉の怪獣メダマン。この動画を気に入ってくれた方は、左上のチャンネル登録ボタンをクリックだ。ん？気に入らなかった？そんなやつはな、目玉を差し出せ。スマートフォンから見ている方々は下の説明文のチャンネル登録と書いてあるところを押してくれ。そんなことよりも目玉だ。目玉が欲しい。お前の目玉だ。お前の目玉を動かせ。ほら目玉ダメだろ。なんだお前は。俺はお前の生みの親だよ。生みの親？生みの親だかな。なんだか知らんけど、お前の目玉をよこせ。やめろ目玉。うわ目が目が目が